to North Village。ガクさんめっちゃ早いじゃないですか。ありえないくらい早いじゃないですか。例えば、ガクトの勝ち方の特装版の時に、朗読 CD を作る。その朗読の話が、ジャストアイディアで、あ、もうじゃあそれやっちゃおうよ、今週、みたいな。でも実際朗読するって、すごい大変じゃないですか。一冊分の本を読むとか、それをましてやその収録するっていう。でも、そこでもうめっちゃ早いじゃないですか。もうなんか僕どちらかというと、スピードと行動力だけを売りにしてたのに、こんな早いんだ、プロは。っていうのが、そこに議論を、じゃあ最終的にどういうアウトプットにするとか、決まる前に、いや、じゃあとりあえず撮っちゃおうっていうのが、まだ決まるまで、そのアクションまではすごい早くて。なんて言ったらいいんだろうな。そもそももう、例えば何かをやろうって言った時に、こんなことが起きたらどうするのとか、いや、その時にどういうふうに展開すればってみんないろいろ考えるんだけど、やりもしない絵が見えるわけがないし、そもそも、例えばプロジェクトの話をしていても、これから新しいプロジェクトをやりましょうっていう時に、新しいプロジェクトをやる時のこんなことが起きたら、こんなことが起きたらっていうことをやたらみんな並べるんだけど、そもそもみんなこのプロジェクトがどういう絵なのか見えてんのっていう話で、 100% 見えてる人なんか誰もいないのに、見えてない中でさらにいろんな想定問題みたいなのを出し始める。その席についてる人たちはやたらとそこで議論をして、さも自分が正しいことを言ってるかのように言ってんだけど、ほとんどの人はその結末やそのビジョンがはっきり見えてない中で、まあ言ったら霧だった中で目的地探してるみたいなことをやってて、で動きもしないで、この先に穴があったらどうするんですかとかって、そういうことをやたら言ってるんだよ。それは僕からするとナンセンスで、まあ極端にリスクを怖がる風習ってもあるんですかね。いや、むしろそれリスクなのかって。まあそうですね。それをリスクって言うんだったらお前何も結果出せないですよってそんなの全て想定ない、はい、で僕からすると行動するってことはそこに伴う何かが起こるのは全て想定内で、もっと言うと極端な話、いや命があったらいくらでもやり直し聞くじゃんって言ってしまったら、命の危険がないんだったら良くないっていう。金銭的なリスクのはどう捉えますか。金銭的なリスクっていうのは、例えば自分が自分の資産を 100% そこに投入してっていうことはリスクでしかないよ、失敗したら終わるから、だけど自分の中の一部を使ってやるんであれば、でもその一部は、一部を作るためには自分が本来プライベートでやりたいことを我慢したりとかしなきゃいけない、じゃないとたまらないから、そうじゃん、はい、だけど僕が思うリスクっていうのは、例えば何々をやるために2000万稼ぎました。この2000万をオールインします。いや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 って。なんでオールインすんのって。理由教えてって。ポーカーみたいな話になってきました。僕よく言うじゃん、傭兵に、一緒にポーカーしてる時にオールインすんなって。はい、例えば自分の持ってるハンドが最強に強いハンドで、誰にももう負けないという状況があって、なおオールインする必要ないって言うじゃん。はい、つまりオールインっていうのは、100% 相手が勝てると思い込んでる状態で、最大利益が今オールインって言って全ての資産を投げ出してでも相手が受けてくれる状態が自分の中で想定して見えていて、このドラマが全部成立している条件が揃って初めてやっていいこと、言っていい言葉であって、本来はね、はい、でしかも通常自分がもし本当に一番最強の反動を持っていれば、その時に相手が、そのテーブルについている人たちが、本当のプロなら、傭兵がオールインって言った瞬間に、相手は降りるはずなんだよ。それを受けるのは、本来レベルの低い人たちしかいない。で、逆に言うと、オールインっていう言葉を、そのプロフェッショナルの人たちは言わない。言う必要がないから。最大利益を取るのにオールインが必要ないから。ああ、そっか、オールインすることによって降りちゃう人たちがいるから、最大利益に結果ならない。ならない。結論ならない。なるほど。っていう話になる、ってことは結論オールインはいらないっていう話になる、これとよく似てて、あの資産を全て投入して何かの事業にやるっていうのはリスクでしかないっていうか、はい、そもそも最大利益を取るのに資産を全て投入しないと成り立たないんですっていうのは、それは費用対効果が合ってないよっていう、さっきの、まあ、命があるんであればとりあえずやるっていうところので、僕のガクさんの印象っていうのが、ボクサーみたいな
いつも、まあ、いろんな話題が食事の間とか出るじゃないですか、うん、とりあえずすぐその場で調べれることとかやれることに対するアクションがすごい早くて、だそういう意味ではとりあえずまずやってみるを叶えるっていうファーストステップがまずすごい早くて、まあ、なんかボクサーでいうジャブ打ってる感じで、それでその倒さなきゃいけない相手というか叶えなきゃいけないものの距離を見定めるためにもうとりあえずやってみてるのかなと。でその後あ自分とその目標までの距離感を測って対応してやっているっていうジャブをもうとりあえずすぐ打つというか、そういう印象があって、調べるっていうのも本当その場ですもんね。あ、なんだろう、じゃあ今日調べようじゃなく、その場で調べて、その場でやるかどうかとか、誰々に連絡するとか、ボクサーがジャブ打つ感覚で距離感を測ってる感じなのかなっていう、やるかやらないかをジャブ打ってから決めるみたいな、こう、そんな印象がなんかあるんですけど。なんて言うんだろうな、リスクを取らない生き方っていうのはもちろんできるし、例えば、それを許されてる人たちもいるんだよ。例えばもうある程度資産を作った人たちが、はい、自分の資産を目減りする必要がない、これ以上資産を大きく上げる必要もなければ、うん、下げなければいいっていう人たちもたくさんいる。まさしく格差みたいな感じですよね。いや僕今もっと大きい人たちね例えば資産が言ったらもう500億や600億持ってる人たちからすると、うん、その人たちは自分の資産を目減りさせなければいいっていう人たちはこれは熟考してやるかやらないかっていう結論そのものよりもどれだけのリスクがあってでリスクがどれだけ少ないかっていうことで、で基本的に元が大きいからその中の一部を使ってもやっぱり大きい、だから利益は少ないけれどもリスクが少ない上にリスク分散ができるっていう考え方でよりリスクの少ないところを、まあ、いわゆるポートフォリオなんだけども、うん、リスクの少ないところで分散して利益を出すっていうことができる人たちは熟考していいと思う、うん、だけど今から何かビジネスやろう今から何か始めようと思う人たちが熟考してる時間ある？ないですね。だってそもそも今から何かやりますっていう人たちってどれぐらいお金あんの？どれぐらい失うものあんの？ほぼ失うものないよ、うん、ほとんど失うものなんてないのに何考えてんのって話じゃない、はい、だから凄まじい時間をかけて作り上げた資産をゼロにする必要はないわけで、うん、そういう人たちは熟考してとにかくリスクを減らして資産が目減りしないような行動に移る時期やターンもあると思うし、僕はそれはそれだと思うんだよ、うん、ところがそれが許されてるのはそういう人たちであって、うん、僕レベルの人間だったらまだそんなこと考える必要もない。もちろんオールインはしないよ。だけどもしじゃあやろうっていうレベルのことであれば即決して行動しない限りただただ時間だけが流れていく。その時間と上がってくる利益を考えた時にあれだけ時間かけたのにこんだけしか上がんないのかって結論そこに至ってしまうのは自分の行動力の遅さと行動をスタートするまでの無駄な時間だよね。だから僕は時間をかけないっていう、時間が何よりも貴重なものだから金はなくなっても稼げる。だけど失った時間は二度と取り戻せない、うん、そうするとさっきの話で言うと GACKT さんはじゃあ大バカバカ秀才天才っていう風に分けると大バカに入るってことに。僕は大バカでありたいと思ういつも。なるほど。でもその後の自分の資産に対してどのぐらいまでならっていう見誤らないようなリスクの取り方であったりとか、うん、その読み方をそこまで考えると何ですかね、大バカはそんなこと考えれない気もしますけど行動まであえて大バカであるっていうところなんですかね。僕が思うことなんだけれども一番最初に行動が伴える行動まで行く人たちっていうのはやっぱり大バカなんじゃないのかなって思うんだよね、うん、ただし大バカな人はずっと大バカなのかずっと頭悪いままなのかって言ったらそんなことない、うん、一つの経験を通して学ぶことがたくさんあるから、うん、ああこういうふうにやった方がもっとうまくいくかな、うん、とかこういうふうにやった方がいいなとかっていうのは行動を伴った上で出てくる答えに対して自分がどうやって学んでいくかが大切であって失敗してんのにまた同じ失敗を繰り返すのはそうです、ね、学びがないから、はい、だけど学ぶっていう行為は経験の上である話であって、うん、机の上でいくら頑張ってやろうが経験が伴ってないことはわからないっていう話なんだよ。だから01を作る時っていうのはあえて大バカになった方がやっぱ早いしいいっていうことですよね。僕はね
一応10にするときではまた別の話なんですかね。あのね、01はまず行動力だし、はい、10も僕は行動力だと思ってる、うん、僕は70とか80までは行動力だけだと思うんだよね。ただし70を100にするとき、この最後の爪をきっちりと100まで持っていくっていうときには、自分よりもそれができるエキスパートたちを集めた方が早いっていう判断になるから、うん、僕は最終的に01、010までは自分がやって、そっから10から50までは見えるってなった時には自分の周りにいる人間にパッと任せる。今度は50まで行ったら50から100まで行く作業はエキスパートを入れろ。で、エキスパートに自分たちのプロジェクトに関わってもらって100まで持っていく段取りの最短を出してもらって、うん、でやるっていう話、うん、なるほど、なるほど、うん、だからなんて言うんだろうな、例えばうちの会社を見て分かる通り、行動力がうちの会社で一番早いのは誰って僕なんだよ、はい、だから僕のスピードで動ける人間いないんだよ。だけど僕が動けばついていくしかないから、うん、そうですね、みんなついてくるんだよ、うん、つまり僕が動かないと動かないんだよ、うん、誰かにこれやっといてって言ってもその人のスピードを見てると遅いなってやっぱ思ってしまうから、うん、やっぱ僕が動こうって思うし、うん、で自分が動けばついてこざるを得ないから、うん、そうですね、だからその僕のスピードで頑張ってみんなついていく、うん、そうすると結果プロジェクトは早く進む、うん、で僕が最初に1から10までのスピードを僕のペースでやると10から50までも僕のペースでいけるようになる。任せててもね、僕がそれぐらいのペースで動くっていうのを知ってるから、うん、ただし50から100までいくのはやっぱりエキスパートの力を使った方がいいなっていう僕が判断すれば、うん、そういう人たちをどんどん入れて、その人たちのアドバイスを聞いてってやっているうちに、ここに関わっている僕の周りの連中もその過程で多くの学びがあって、こういうふうにやったらいいんだ、こういうふうにやった方が効率いいんだと、こういうふうにやったらもっと利益が上がるんだってことが分かるようになる。だから僕は1から50まで全部やるんじゃなくて、飛行機の離陸に似てるかな、だから滑走路を走り始めてから飛び立つところまでは僕がやる、でも上がっていくのはそこまで勢いをつけた僕の勢いに乗った僕の周りの連中がやって、で上空飛んでさらに目的地に到達しようとするときにはエキスパートを入れるってい う、そんな感じの流れか な、 なプロジェクトやるときの、まあ、そのフェーズによっても違うってことですよね。でしかも自分がその50から100に関わるよりも他のエキスパートを入れてやった方が早いっていう判断と、うん、僕はそこよりもまた01、010をやるっていう方の欲求の方が強いから、うん、そっちをやりたい、うん、なるほどなるほど、そうですね、であとは50、100の部分は報告だけでいい、うんうん、利益が上がっていればそれでいいっていう、うん、あんまり関与しないっていうことですね。そう、でもエキスパートがやってるから、うん、基本的にはそこまで細かいことを僕が気にしなくても報告、まあ、確認だけでほぼ成り立つようなラインがもう全て出来上がっちゃってるから、テコ、うん、入れしなきゃいけない時はテコ入れするけれども、うん、基本的には任せる、うん、じゃないと抱えているものが多すぎて、うん、今度何もできなくなっちゃうし、自分の時間が今度なくなるから、うん、それは意味がない、何のためにやってるのか分かんなくなるしってことだと思うんだよ。でもそれってすごく大きなプロジェクトのような話が聞こえるかもしれないけど、実はそうじゃなくて身の回りにある小さなことも実はそうで、誰が一番動いたら早く結果が出るのって自分で、うん、で自分が動けば一緒に動いてくれるやつが必ずいて、気がついたら周りに人がいて、でそのうち周りが動けるようになったらある程度プロジェクトってバーッと進むようになっちゃう。少なくとも自分のスピードで動く、自分のスピードよりも速くなることはない、うん、逆に自分以外の人の旗振りに学さんが乗ることってあるんですか？ある。ああ、これ面白いなと思って乗ることはある。ただし自分の中でまず決めることがあって、僕のペースじゃないっていうことを僕が理解しなきゃいけない。じゃないと僕はイライラするから、うん、これはこの人のペースでやってるからしょうがないって自分が納得できれば参加するし、自分がそれで納得できないようであれば僕はやらないっていうし、その人のペースでもいいって思えるような条件と、その人に対してその人の仕事が見てみたいって思うんであれば僕はそのプロジェクトに乗るし、じゃあのフィリピンのプロジェクトとかもそういう、そうそう、なるほどなるほど。質問がいくつかもありまして、 GACKT さんの人生の目標設定の仕方、プライオリティをどう、まあ、例えばお金であったりとか自己実現だったり能力や生活水準を高めるとか、いろんな目標の立て方があると思うんですけど、一番プライオリティの高いものってのは何になりますか？一番プライオリティの高いもの、うん、それはね年齢によって違うかも。
今の僕のプライオリティと、僕が二十歳の時、何もなかった時のプライオリティと、僕が30の時のプライオリティと、僕が40歳の時のプライオリティは、それどう変わっていったのか聞きたいです。まず二十歳の時のプライオリティって、お金も何もないからさ、失うものもないでしょ、はい、だからただひたすら、まず一番最初に自分がやったのは、欲しいものリスト全部書き上げて、まず自分が欲しいもの、うん、あと場所、行きたい場所、うんうん、自分がこんなことやってみたいって思うことを全部書き上げて、それには一体いくらかかるのかっていうことを作ったんですね。そう、そこに、ね、値段の価格の差があるんだよ、はいはいはい、かかるコストの差が全然違うじゃん、はいはい、ここだいぶ高いなとか。そうですよね、総額すごそうですよね、全部コンプリートそう全部コンプリートしようと思うと総額高い。それはいつ頃かなったんですか、そのコンプリートしたのが。まだコンプリートしてない。まだしてないんですか。まだしてない。強欲。いや、強欲じゃないよ。その時に思ったことを一つ一つ全部やってるっていうだけ。So much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.